Z 株式会社は、大阪府大阪市天王寺区に本社を置く、スポーツ用品卸売業である。1920年10月、ミシンによる縫製をやっていた渡辺良さんが、袋物、カバンの製造を卸しの個人商店、渡辺良三商店を創業。事業を継いだ息子の渡辺誠良が、戦後スポーツ用品に特化させ1950年12月16日、 法人組織に移行し総合運動用品取扱い商社として渡辺運動用品株式会社を設立。特に野球用品のグラブ、バット、スパイクシューズの製造供給は当時のプロ野球、高校野球の復活に大いに貢献した。1967年4月、渡辺株式会社と社名を変更。1980年10月、 創業60周年と法人化30周年をきっかけに現在の Z 株式会社へと社名を変更した。現在、野球用品ソフトボール用品は関連子会社の Z クリエイトが製造を行っている。独フットウェアブランド、ゼハの商標権者のゼハ社とライセンス契約し、国内での開発、販売を2010年3月から開始。100%出資の子会社として、 野球用品、コンバースウェアを中心に、スポーツ用品の製造、販売を行う Z クリエイト株式会社。主に登山、アウトドア用品を扱う小売部門のロッジ。スノーボードマディン用品を扱うスポーツランド、小島。スポーツ施設のゼオスウベ、ゼオス、ジュエリーブランド、ロイヤルオーダーと組んでアパレル分野を展開、製造販売するブリリアンスガールが、 平成21年9月にアパレル事業から撤退。そして、スポーツ施設の建装備館も平成21年12月に閉館。また、カーツ、カーツ 4DM、リーモシステムの企画、製造、販売をするゼノアも子会社である。社名、ブランド名の Z は、ゼニス・イン・トライアンフ・バイトルース、すなわち、真実なる勝利で、 不滅の頂点を極めるという意味を込めて付けられたもので、常に最新の技術を活かし、また絶えず、危機感を持って経営に取り組むという姿勢を表している。また、スポーツを暮らしの中に取り入れる、スポチュニティを企業の理念に掲げている。2010年に90周年のタグラインは、もっと、ずっと、z ット。2003年に、元東京ヤクルトスワローズ監督の古田敦也や、 野球少年を起用して放送された企業 CM もっと上手くなりたいは日本の野球少年たちに大きなエールを送る CM として評判を呼んだ他にはアニメ新巨人の星のスポンサーを務めていたこともあり同作品の CM 中に当時巨人の選手だった張本勲夫がアニメ化されて出演していたまた同じく巨人の河野和正も CM 出演していた 現在の CM は野球の各ポジション別に存在し各ポジション別の意外で細かい動作をテーマにしている。また CM と同時期にポジション別の読み物風反則物として原寸ポジションブックを旧ポジション制作する。その原寸ポジションブックは2008年大阪コピーライターズクラブの最高賞であるクラブ賞を受賞する。 2008年より原寸ポジションブック制作時の取材風景を収録した原寸 .com を開設する。ありがとうございます。